選挙期間、大きな音で、この選挙にはぜひ興味を持っていただきたいんです。この選挙、結果によっては大変なことになってしまいます。この3年間、山本太郎が国会の中で見てきたものは、この国に生きる人々への裏切りの連続でした。ありがとうございます。こんにちは。今おいくつですか？22、選挙行ってくださいね、明日。よろしくお願いします。興味がなければないほど得をする人たちがいるんです。どんな人たちでしょうか？組織票を持つ人、そして普段から政治資金で企業側から応援されている人たち、この人たちが国会に行ってしまうと、誰のための政治が行われるかと言いますと、残念ながら皆さんのための政治は行われないんですね。私が見てきたこの3年間の国会は、この国に生きる人々をコストとみなして、いかにそれを削減できるかということ、それを考えるのが国会という場でした。だからこそ選挙に興味を持って、そして政治に興味を持っていただく。皆さん税金払ってますよね。この国の株主なんですよ。その経営方針に関しては、皆さんにぜひ興味を持って口を出していただきたい。口を出すためには、心ある国会議員を代理人として、皆さんの思いを広げていただくしかないんです。私の今隣に立っていらっしゃる女性、まどかよりこさん、まどかよりこさん、この方、もともと国会議員でした。そして国会の中で、本当に皆さんのために汗をかく政治家だったんです。例えば、ちょっと前に行われました盗聴法の拡大、要はですね、皆さんのプライバシーがなくなってしまうような、そんな悪法を国が通そうとしているんです。通そうとしていたんです。それに対して全力でその国会の会期を延長し、そしてそれに取り組んできたこの方、そしてその審議を少しでも遅らせるために、国会の中で何時間にもわたる大演説を行った、そんな腹の据わった、そして勇気のある女性なんです。力を貸していただけませんか？このまどかよりこさんのようなまともな感覚を持った人が、今国会には圧倒的に不足しています。今やもう一つの、もう強力な与党、自民と公明によって、皆さんの生活はますます不安定にされていく。今、ここ通行中の中の方々で、非正規社員の方いらっしゃいますか？非正規社員、この国の4割が非正規社員。非正規社員といえば、会社の都合でいつだって首が切られてしまう。そればかりか、あまりにも低い収入、年収は168万円が平均です。168万円から、これ社会保険料、そして税金を差し引かれて、一体どれでいくら残るんだと。それで家賃を払い、光熱費を払い、そして通信費を払い、そして奨学金の返済まである。こんなことで貯金なんてできるわけないですよね。現在この国に生きる人々の3割以上が貯金ゼロ世帯、若年層、若い方々は5割が貯金がない状況。これじゃ個人消費押し上がらないですよね。景気を回復するためには個人消費が押し上がらなければならない。なのにそこに対する施策はほとんど行われないんです。要は何のためにそういう働き方を広げていっているか、それは今の自民党、今の政権の最大の支持者である経済団体、特に経団連や、そして大企業に対して安い労働力として皆さんを貸し出しているということなんです。力を貸していただきたい。今あなたの首は締まっていませんか？生活は豊かですか？働いても働いても豊かにはならないのは、あなたが頑張っていないからでしょうか？いや、いくら頑張ったって豊かになれないような状況を政治の場で作られているのが原因です。だから力を貸していただきたい。お騒がせいたしております。私、参議院議員山本太郎が、こんにちは、まどかよりこです。こんにちは。まどかよりこの応援に、私山本太郎が今マイクを握っております。あまりにもひどい政治状況、これを作り出しているのが選挙。2013年の参議院選挙では、
投票率が 53%、 その中の少数派が力を合わせてとんでもない政治を作り上げている、現在の政権を握っているということなんですね。この国に生きる有権者の2割にも満たない人たちが今の政権を作り上げてしまった。その結果、この国の行く末は企業側に有利にのみ働くような政治体制が作られています。例えば経団連が、日本経済団体連合会が自民党の最大の支援者ですよね。組織票と企業転勤で今経団連が政治に対してリクエストをしていること、派遣法の改悪、外国人労働者の流入、そして労働時間規制の緩和、これによって長時間労働低賃金はより加速する、これますますひどくなっていきます。過労、労災申請ですよね。会社に使い尽くされた人たちが申請をする労災申請、これはもう今や過去最高になっています。もうすでにこの国に生きる働く人々は使い尽くされるために企業側に提供されてしまっている状況なんです。この状況を変えられます。あなたの力でこの状況を政治で変えられるんです。だから一人でもまともな政治家を国会に送っていただきたい。窓川頼子はあなたの力になれます。そして議員時代にも数々皆さんのために動いてきた。母子家庭、母子家庭における貧困率 54%、 こんな状況をそのまま野放しにしている政治、あまりにもありえませんよね。1日8時間働いたって大した金額にはなりません。東京の最低賃金907円、これ1ヶ月160時間労働で考えても14万5千円、14万5千円から消費、税金、社会保険料を働いて手取り12万円程度ですよ。それで生活できますか？無理ですよね。子供を抱えたままシングルマザーはどうしても貧困という目に立ってしまう。だからダブルワーク、トリプルワーク、それによって健康を害し、そして心を壊してしまう。そこを救うのはやはり皆さんの税金で救うことになる。これ悪循環なんです。だからこそ支払われるべき賃金がしっかりと支払われ、そして行政が、国がしっかりと手を差し伸べるセーフティーネットが完備されていなければいけません。でもそんなことは考えない。それが政治なんですね。力を貸していただきたい。楽しい土曜日の午後、そんな日が来年また同じように訪れるかどうかわからない。夏よりもなぜか、それは今とんでもない速さで皆さんの生活破壊が進んでいます。力を貸してください。奨学金で苦しんでいるあなた、それはあなたのせいではない。利息と、そして延滞金収入で企業を儲けさせるために今の奨学金という制度ができている。1年間の利息の収入380億円、延滞金1年間で収入40億円、それぞれメガバンクやそれぞれ債券回収会社が儲けるためにこのような制度を置かれてしまっている。もうすでに若い人たちも食い物にされている。これが今の政治の正体です。力を貸していただきたい。窓川頼子、窓川頼子、まともな政治家をあなたの力で押し上げていただきたい。窓川頼子、あなたの力になります。窓川頼子、あなたの声を聞きます。だからこそ一番弱い立場である女性問題、そしてシングルマザー問題、こういうことでも議員時代にしっかりと結果を残してきた。そればかりか、国があなたのプライバシーを盗み見する、盗み取りする盗聴法の拡大にも体を張って止めてきた。美しいお嬢さん方の将来を守れるのはまともな政治家がいてこそです。今やもう絶滅危惧種、国会の中では絶滅危惧種と言われているまともな政治家、まっすぐで嘘をつかないという政治家、窓川頼子はその一人です。お力を貸していただきたい。窓川頼子に大きな声ですいません。もう一体みんな大きな声立ててね、この新宿の東口で同じような主張をして何が何だかわからない、そう思われる方もいらっしゃるかもしれない。
でも私参議院議員山本太郎がこの東口周辺で皆さんに絶対的にお勧めをできる心ある政治家窓川頼子、この方の訴えにぜひ耳を傾けていただきたい。ダメなものはダメ、当たり前です。じゃあ何がダメなのか、皆さんの生活を脅かすような悪法や、そして皆さんの生活を根底からひっくり返すような発電方法、税金は取るべきところから取れ、ないところから取るな、当たり前のことを当たり前のように言えないような国会になっています。政治、私とは関係ない、そう思われている皆さんに聞きたい。どうして皆さん赤信号で止まるんでしょうか。どうして青信号になったら進みますか。どうしてお買い物するときに消費税を払うんでしょうか。それは政治の場で決められたことに従って生きなきゃいけないからです。あなたが政治に無関心でも、あなたは政治に無関係でいられない。だからあなたは政治にしっかりと興味を持ってウォッチし、中で何をやられているのかを考えなければ、ますますいいように使い潰されるだけなんです。力を貸していただきたい。誰よりもまとも、誰よりもまっすぐ、窓川頼子、力を貸してくださいませんか。こんにちは。政治に興味のない皆さん、皆さんのリアクションはまともです。当然です。税金泥棒にパンツ泥棒、そんないろんな人たちがいるのが国会です。その国会の中で本当に皆さんのお役に立てるように、小さき者に弱き者に光を当て続けてきた正義の味方、窓川頼子、力を貸していただきたい。愛してるよ、お前のことを愛している、私も愛しているわ、そんな言葉だけでは本当に大切な人を守れません。あなたを愛する人を守るためには、この国の政治にしっかりと興味を持ち、そして選挙であなたの意思を示さなければなりません。なぜならば、あなたの愛する人さえも、あなた自身も守られないような国づくりが今もうすでに内堀も外堀も埋め終わろうとしているからです。だからこの選挙は非常に重要なんです。力を貸していただきたい。心ある政治家に注目をしていただきたい。あなたのために汗を流し続けた、そんな政治家が今ここに立っています。私参議院議員山本太郎が全力で皆様にお勧めできる窓川頼子の訴えをぜひ皆様に聞いていただきたい。それでは窓川頼子の訴えをここでお伝えいたします。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。山本太郎さんでした。本当に大丈夫。はい、ありがとうございました。太郎さん、ありがとうございました。本当に忙しい中ありがとうございました。ただいま私窓川頼子のためにくんくん惜しんで忙しいスケジュールの中駆けつけてくれましたのは山本太郎さんでした。なぜ山本太郎さん、私窓川頼子のために駆けつけてくれたか、それは私窓川頼子と同じ思いを持っているからです。それは安倍政治の暴走を何としても止めなければいけない。明日の参議院選挙でもし3分の2の議席を憲法改正、いえ改正ではありません、改悪をしたいという人たちに3分の2の議席を取られてしまったら、安倍さんたちが何をするかわからない。その暴走を止めるために山本太郎参議院議員は今ここで私窓川頼子のためにずっとマイクを握り続けてきてくれたんです。格差拡大にの、原発の再稼働にの、そして安保法制にの、私窓川頼子と山本太郎は思いを同じにしております。国会議員その中、本当に山本太郎さんほどまっすぐな気持ちで皆様方の代弁をしている国会議員はいません。その山本太郎さん、私窓川頼子は絶対に3分の2を阻止して憲法改悪を許しません。そのためにも明日の投票日、ぜひ皆様方の将来のために、
皆様方の子供たちや孫たちのためにこの日本をまともな平和なそして格差拡大のない原発のないそんな社会に皆さんしていこうではありませんか。私まどかゆり子はこの何年間ずっと国会から遠ざかっておりました。落選中でした。それでもこうしてまどかゆり子が活動を続け、そして今回の全国比例に候補者として立候補しておりますのは、何としても安倍政治の暴走を止めたい、その一心な気分で私まどかゆり子を少しでも全国比例の候補者です。皆様方に2枚目の投票用紙にまどかゆり子と書いていただけますことを山本太郎さんもお願いしてくださいます。ぜひともまどかゆり子、まどかゆり子に皆様方の所見を賜りますようお願いを申し上げます。新宿アルタ前を通過中の皆様、こんにちは。私は今横浜から参りました元